林康雄、地下鉄サリン事件実行犯の一人で、林が撒いた車両内では8人が亡くなった。教団への忠誠心が高く、オウムの殺人マシンと呼ばれた。鎌田康俊、約10年間に5人の女性や子供の首を絞めて命を奪い、山の中に埋める事件を引き起こした。さらに警察に挑戦状を送りつけたりもしている。橋本悟、オウム真理教の信者で、弁護士一家3人の殺害に関与した。その後も松本サリン事件を起こし、裁判で死刑が言い渡された。松原雅彦、徳島県で主婦の命を奪い、金を奪った。警察は松原を指名手配したが、逃亡中に愛知県で1件の強盗殺人事件を引き起こしている。事件から2日後に逮捕され、徳島地裁は松原に死刑判決を下した。控訴を上告するも棄却され、2008年に大阪拘置所で死刑執行された。横山正人、東京都の地下鉄にサリンをばらまく事件を引き起こした。幸い、横山がばらまいた丸の内線では死者は出なかったが、裁判所は凶悪事件の実行犯の一人であることから、横山に死刑を言い渡し、地下鉄サリン事件最初の死刑確定者となった。また、教団内で銃の生産を行っていたという。中本勝義、ギャンブルのせいで金が枯渇した中本は、宝石商に近づいたが、宝石商の妻に出金を言い渡されてしまったため、二人の殺害を決意した。二人を刃物で刺して命を奪うと、現金やブレスレットなどを盗んだ。逮捕された中本は無罪を主張したが、極刑に処された。また、凶器の刃物は見つかっていないという。関康生、複数人と協力して土地を所有していた老婆の命を奪い、土地の権利証を手に入れると、その土地を売り払ったことで大金を手に入れた。しかし、警察に怪しまれて逮捕され、裁判では死者は一人だが、事件の残虐性から死刑が言い渡され、刑が執行された。立川修二郎、横領した金を返済するため、姉と協力して母親に保険金をかけて殺害。さらに、現場を目撃した自身の妻も口封じのために手にかけた。立川は以前も殺人を犯したのではないかと言われていたが、証拠がなかったため、結局母親と妻の殺人容疑のみで逮捕された。井田正道、スナックに勤めていた井田はスナック経営者から保険金殺人に誘われた。男性の命を奪ったが、保険金の受け取りに失敗したため別の男性を殺害して保険金2000万円を受け取ることに成功した。さらにその後も一件の殺人を犯すが、主犯の経営者と共に逮捕された。庄司光一、一人の女性と交際していた庄司は、紀藤氏から二人の幸福の邪魔をする悪者がいると聞き、その人物らを殺害しようと決意。交際女性と協力して神奈川県で邪魔をする悪者と紀藤氏が言った二人の主婦を殺害して金を強奪して逃走した。庄司は死刑、交際女性は無期懲役を言い渡された。池本昇、日頃からトラブルのあった隣人に殺意が芽生え、猟銃を使ってその隣人と妻を撃ち殺した。さらに恨みのある別の隣人も射殺して逮捕された。一審は無期懲役判決だったが、二審では死刑が言い渡され、そのまま刑が確定。2007年に74歳で執行された。藤岡英治、徳島県で短期間のうちに二人の老人の命を奪い、金目のものを強奪する事件を引き起こした。警察によりすぐに逮捕され、裁判所から死刑を言い渡された。藤岡は知能が低く、大阪拘置所で執行された時も、そもそも死刑の意味をよく理解していなかったと言われている。西川正勝、西川は1991年の12月から翌年の1月にかけて、スナック経営者ら4人の女性の命を連続して奪った。いずれの被害者も首を絞められた上に刃物でとどめを刺されていた。また女性落語家も襲われているが、最終的に西川に見逃されたため助かっている。警察は全国指名手配して大阪で西川を逮捕した。松本地蔵、オウム真理教の教祖、弁護士一家殺害事件や松本サリン事件、そして世間を震撼させた地下鉄サリン事件など13個の事件を引き起こし、27人を死亡させ、約6000人に重軽傷を負わせた。裁判では弟子の幹部が勝手に暴走して事件を起こしたと主張したが、死刑が確定し2018年に処刑された。小島忠夫、借金を頼みに薬局経営者宅を訪れたが、人の気配がなかったため住宅に侵入して物色し始めた。しかし長男が帰ってきたため殺害した。その後帰宅した経営者夫婦も手にかけて現金を奪うと、その場から逃走した。事件の6日後に警察により逮捕。近藤誠吉、知人と共謀して一人に保険金をかけて殺害した。
その1年後にも知人の山林仲介業者を手にかけて遺棄すると現金を強奪。3日後に警察は殺人容疑で近藤を逮捕した。死刑判決を受けて控訴と上告を棄却されたことで死刑囚となった近藤は1993年に処刑された。藤波義雄、一人の女性と結婚していたが離婚してしまった。しかし藤波は別れた妻を追いかけ、妻の実家に居場所を聞いたが、妻の家族が答えることはなかった。これに対し実家がかくまっているに違いないと考えた藤波は腹を立て妻の一家を殺害した。岡崎和明、オウム真理教の考えに疑問を持った男性信者を殺害するよう教祖から命令された岡崎は複数人で信者を手にかけた。その後も弁護士一家の殺害に関与したが警察によって逮捕されて犯行を自白。これにより教団が起こした一連の事件の全容が明らかとなった。旅館の経営者一家6人を殺害して現金などを奪うと火をつけて逃走した。警察は一家心中だと結論付けたが、その後の捜査により実行犯の2人を逮捕することに成功した。川村慶三、暴力団幹部の川村は末森白也と共謀して投資顧問会社の資産を奪おうと計画。社員とオーナーを拉致すると現金1億円を用意させて、その後に命を奪った。その後遺体を倉庫に埋めたが異臭を話し出したことで不審に思った住民が通報。川村は別件で逮捕されていたが殺人を自白したことで事件は解決した。末森博也、川村雄三の共犯者、2人を殺害して1億円を強奪。そのうちの3500万円を受け取った。2004年に死刑が確定して処刑された。灘耕作、賭博によって借金を抱えたことから強盗を計画。同僚の妻を呼び出すと命を奪った。さらに一緒にいた子供も手にかけて保険証や印鑑などを強奪した。保険証を用いて現金を手に入れると賭博などに使ったという。2007年に大阪拘置所で死刑執行された。牧野正、殺人前科のある牧野は北九州の住宅に侵入して部屋を物色していたが住人の女性に見つかったため命を奪った。逃走しようとしたが女性の母親と鉢合わせになり包丁で重傷を負わせた。警察によってすぐに逮捕された牧野は裁判所から死刑を言い渡され2009年に執行された。関照彦、暴力団員とトラブルを起こし金を要求された関はかつて暴行した少女の家に強盗を行おうと決意。住宅に侵入すると少女の祖母や両親、さらに妹を次々と手にかけて怯える少女に父親の会社から通帳を持ってこいと要求した。少女は言う通りにしたが会社の人間が不審に思い通報したことで関は逮捕された。松井清、殺人前科のある松井は出所後に一人の女性と交際を始めた。松井は女性に結婚を迫ったが女性はこれに応じなかったため怒った松井はハンマーで殴って命を奪った。しかしこれだけでは気が収まらなかったため女性の実家に押しかけ両親もハンマーで殺害した。小野輝夫、長崎県のある民家に住む女性に雨宿りをさせてくれと頼み込み家に入ると女性を手にかけて現金などを奪った。逃亡したものだったが翌日に路上で寝ているところを逮捕された。小野はかつても殺人を犯した過去を持っていたため裁判所は更生不可能として死刑を言い渡した。藤島光雄、元妻の祖母から素行の悪さを指摘されこれに怒った藤島は祖母の顔を浴槽に押し付けて命を奪うと逃走。その後逃走資金を得るために一人の会社員を手にかけた。だが事件から6日後に逃亡先の京都で銃刀法違反で逮捕されたことで犯行が発覚した。秋山義満、借金を抱えていた秋山とその兄は保険金殺人を計画。秋山の妻に保険金をかけて殺害しようとしたが失敗してしまったため今度は強盗を計画。兄と協力して男性一人の命を奪うと金を強奪した。事件の裁判で秋山は死刑判決、兄は無期懲役判決を受けた。秋山は77歳という年齢で処刑された。宅間守、池田小学校に侵入し包丁で児童8人の命を奪い、さらに教師にも怪我を負わせた。裁判では被害者遺族を侮辱するような発言を繰り返し反省の色は全く見られなかった。収監中に一人の女性と結婚したが確定からわずか1年ほどで死刑が執行された。葉山達夫、葉山は一人の男性からガソリンの世話代と称して金を受け取ったがその金を使い込んでしまった。そのため男性を殺してしまおうと考えた葉山は成田良吉という男と共謀して
男性の命を奪った。事件から4年後に死刑が確定し、わずか7ヶ月で2人は執行されることになった。坪井光雄、兄が結核を患ってしまったため薬が必要になったのだが、薬を買うための金が足りなかった。そこで銀行に強盗を行おうと計画。銀行に侵入して留守をしていた老女を手にかけると、金庫を開けようとしたが、結局開けることはできずに、わずかな金しか奪うことができなかった。二人と共謀して愛知県の民家に強盗を行った。しかし就寝中の男女が目を覚ましたため、協力した二人はその場から逃走。しかし逮捕されることを防ぐため、男女を刃物で切りつけて命を奪い、殺人の罪で逮捕された。高沢恒雄、職を求めて各地を放浪していたが、金が底をついてしまったため、二人と協力して雑貨商を襲撃して気絶させると、現金1万円を強奪。その直後に雑貨商が目を覚ましたため、犯行発覚を防ぐために薪割りで命を奪った。菊池忠、母親の病気を治すための金を手に入れようと、強盗を考えた菊池は、雑貨商宅に侵入し、一家を殺害すると、時計などを奪い逃走した。逮捕された菊池は、ノコギリを用いて脱獄するが、約10日後に捕まり、裁判で死刑が確定した。そしてそこからわずか4ヶ月後に死刑が執行された。瀬上真嗣、神戸刑務所に収監されていた瀬上は薪割りで介護課長を殺害した。瀬上はこの事件以前にも殺人を犯しており、前科が7つもあった。藤原邦夫、徳島県にある叔母の家に強盗目的で侵入して2人を殺害し、2人に重傷を負わせた。その後金を奪って逃走したが、すぐに警察により逮捕され、1949年に死刑が確定した。原田千里、原田は二人の男と共謀して洋服商の男を毒殺して現金を奪う強盗殺人事件を引き起こすと、2ヶ月後にも別の男性を毒殺し世間を震撼させた。裁判では原田と共に共犯の二人にも死刑が言い渡され、1952年に3人とも死刑が執行された。古川隆、兄に強盗を誘われて矢野村の民家へ侵入。住人の夫婦に気づかれたため、兄が斧で殺害し、二人はその場から逃走した。事件から間もなくして逮捕されたが、古川は自身が事件の主犯だと主張して兄をかばった。これは当時、兄が結婚していたためではないかと言われている。これが原因で古川が主犯とみなされ死刑が確定。兄は無期懲役となった。大谷隆夫、二人と共謀して民家に強盗を行った。しかし住人に通報され警察官が駆けつけてきたため、所持していた拳銃で警察官を射殺。裁判で死刑が確定し、執行前に大谷の音声を残したテープが録音された。中島栄三、友人と協力して二人の命を奪う強盗殺人事件を起こした。共犯の友人は逮捕され死刑が確定、執行されたが、中島はその間も逃走し続けた。一度は盗みを働いたことで逮捕されるも、偽名を使っていたため殺人のことがバレることはなく、服役を終えて出所した。しかし事件から5年後にようやく殺人の罪で逮捕。収監された中島は外部の人間と協力して脱獄するが、2日後に逮捕され死刑が執行された。古谷秀夫、意中の女性にストーカー行為を行っていた古谷は、たまたま通りすがった無関係の女性を意中の女性だと勘違いして襲いかかった上、そのまま命を奪った後に遺体を損壊した。一審では無期懲役判決だったが、裁判中に出席した意中の女性に飛びかかり怪我を負わせたことで死刑判決となった。栗田玄三、7人の命を奪った日本を代表する連続殺人鬼。特に汚染転がしという場所で起こした事件が有名で、女性を殺害してさらに一緒にいた子供たちを崖下に放り投げて死なせた。二つの事件の裁判でそれぞれ死刑判決を受けて刑が確定。事件から7年後に処刑された。羽賀武雄、羽賀は二人を殺害して遺体を遺棄した罪で逮捕されたが、取り調べで実行犯は顔見知りの人物だと告げた。この証言のせいでその人物が逮捕されたが、実はこの人物は事件とは全くの無関係で、罪をなすりつけようとした羽賀の嘘だった。この人物は無期懲役を言い渡されたが、無罪を主張して逮捕から34年ぶりに再審で無罪を勝ち取ることができた。イ・チヌ、田んぼで一人の女性を殺害し、さらに小松川高校に侵入した上で屋上にいた女子生徒に襲いかかり性的暴行を行った上で命を奪った。新聞社に犯行をほのめかす内容の電話を行ったことで逮捕されたが、
犯行当時未成年にもかかわらず極刑に処された。また伊の IQ は平均の約 1.5 倍もあったと言われている。三枝勝、まんじゅう屋の夫婦が突如行方不明となり、その2年後に遺体が発見されたことで警察は捜査を開始、事件の犯人として三枝が逮捕された。裁判では弁護人が被告の弁護を放棄するような発言を行い問題となった。大西克美、幼少の頃から両親の虐待を受けていた大西は、自由になるために両親を毒殺、その後警察に捕まることを恐れたため他人になり代わろうと画策、自分と容姿が似ている男性を殺害してその男性になりすまして生活していた。しかし警察の捜査はすぐそこまで迫っており、焦った大西は再び成り代わり殺人を犯すがすぐに逮捕された。小林光、ホテル日本閣を乗っ取ろうと考えた小林はホテルの従業員である大貫光吉と共謀、ホテルの経営者夫婦を次々と殺害した。警察の取り調べで本事件以前にも愛人の警察官と協力して自身の夫を毒殺していたことが判明。3人を殺した罪で死刑が執行、これは戦後初の女性死刑囚執行である。大貫光吉、小林光の共犯、小林から経営者夫婦の殺害を依頼されてこれを実行したが警察により逮捕され自白、これがきっかけで事件が明るみになり主犯の小林も逮捕された。また小林は大貫の子供をいずれ殺害しようと計画していたという。杉村定め、多額の借金を抱えていた杉村は強盗を計画、農薬を用いて3人を次々と毒殺して現金を奪った。死刑囚となった杉村は最初の頃は看守に対して反抗的な態度をとっていたが徐々に改心して最終的には拘置所一の模範囚となった。本山茂久、元歯科医師の本山は身代金目的の誘拐を考えて登校中の当時7歳の男の子を誘拐、このことはすぐに新聞によって報道されこれに焦った本山は殺害することを決意、ガスを利用して中毒死させると遺体を積んだ車を放置して逃走した。この事件がきっかけで報道会社は誘拐が発生した際に犯人が逮捕されるか人質の無事が確認されるまで報道を自粛する方針になった。森吉光希、強盗を繰り返していたことで刑務所に服役していた森吉は出所した後に高知県で2件の強盗を行い1人が斧で殴られ死亡した。さらに徳島県の民家に侵入して一家5人を殺害して金目の物を奪った。警察は捜査を開始して山の中で野宿をしていた森吉を逮捕した。五十嵐正義、金を手に入れるためアパートに保険金をかけて放火、火災が原因で8人が死亡するという大惨事が起きた。裁判所は五十嵐に殺意がなかったとみなしたが建造物放火の罪で死刑が言い渡された。殺意なしで死刑となったのは五十嵐が唯一のケースである。片桐勲、異常なほど銃器が好きだった片桐は警官の拳銃を奪いたいと思い嘘の通報で警官を呼び出すと所持していたライフル銃で警官を射殺、目論見通り拳銃を奪うと渋谷の銃砲店に立てこもり機動隊と激しい銃撃戦を行った。約1時間後に片桐は逮捕され死刑が言い渡された。高橋正彦、東京で2人の女性を刃物で殺害、遺体に無数の傷があったことからこの事件は東京切り裂きジャック事件と言われている。また逮捕され死刑が確定した後にさらに3件の殺人を自白した。栃木県の旅館が何者かによって放火され経営者一家6人の遺体が発見された。当時警察は無理心中だと結論付けていたが10年後に殺人の罪で2人が逮捕された。2人の死刑は死刑確定から14年後に執行された。車幸吉、自身の母親が抱えた借金を返済するために映画俳優として活動していた車は仙台で5歳の幼児を連れ去って首を絞めて殺害、幼児の母親に身代金500万円を要求した。しかし現金を受け取ろうと指定した受け渡し場所に現れたところを逮捕された。若松義則、一人の女性と交際していたが破局した上に女性が別の男と交際を始めたため女性が利用する電車に爆弾を設置して爆破させる、この爆破で電車に乗っていた男性一人が死亡した。警察は捜査を始めた当時テロ組織による犯行だと思い込んでいたため捜査は難航したが5ヶ月後に若松を逮捕することに成功した。浜本栄、広島で女性経営者の命を奪ったことで死刑が言い渡された。しかしノコギリを用いて拘置所の鉄格子を切断し脱獄に成功した。
この脱獄のために食事制限をして体を絞ったり、別の囚人と取引をしてノコギリを得るなど非常に計画性の高いものだった。その後、衣類などを盗むために民家に侵入したが、結局すぐに逮捕された。萩原貞次。子供の頃から異常なほどの性欲を持っていた萩原は、自身の兄の妻にあたる女性に欲情し、性的行為に及ぶため兄の家に侵入。兄とその妻、さらに二人の子供を斧で何度も殴って命を奪った。取り調べを受けた萩原は、妻の肉が食べれなかったことが非常に残念だと言ったという。小田康夫。小田は三人と協力してアベックを襲うことにして、たまたま近くを通りすがった男女二人を襲い、男性をナイフで殺害。その後、女性の命を奪った四人は遺体を捨てた。川辺俊幸。暴力団員を銃で射殺して逃亡していた川辺は、一人の主婦にかくまってくれるように頼み込んだのだが、これを拒否されてしまったため、カッとなって射殺。その後、人質を取ってホテルに立てこもった。警察と銃撃戦を行ったが、説得されたことにより人質を解放して逮捕された。取り調べで10日前にも2人を殺害して遺体を遺棄していたことを自供。黒岩恒夫。高校の頃にいじめられていた黒岩は、自身をいじめた相手に復讐しようと格闘技を身につけようとした。しかし、そのためには金が必要だったため、身代金目的の誘拐を計画。児童を誘拐したが、泣き叫ばれてしまったため、刃物で刺して殺害。遺体を駅の荷物置き場に置いた。犯行当時未成年だったが、事件の残虐性から死刑が言い渡され処刑された。佐藤虎美。佐藤は帰宅途中の女子生徒に狙いをつけて性的暴行を行った上で命を奪い、遺体を埋めた。事件から5年後に死刑が確定し、その10年後に処刑されたが、佐藤はこの際に大暴れし、50分も刑務官と取っ組み合いを続けたという。古谷宗吉。高齢者を狙って8人の命を奪う連続強盗殺人を犯した。さらにこの事件以前にも、福岡で1人の少年と共謀して2人の命を奪ったのだが、この時は共犯の少年に罪をなすりつけたため、わずか懲役10年に処されている。またこの際の共犯の少年は死刑が確定して執行された。徳永玲一。消火器のセールスマンだった徳永は、得意先を被害者によって奪われたことを恨んでいた。そこで木村重春と共謀して被害者宅に侵入すると、被害者夫婦をハンマーで殴って命を奪う。その後に帰宅してきた3人も手にかけた。そして8万4000円の現金を強奪してその場から逃走。事件から1ヶ月後に逮捕された。木村重春。徳永玲一の共犯者。当時金に困っていたことで強盗の誘いに乗り、一家5人を殺害した。木村は徳永の兄貴分であり、逮捕後に徳永は木村を犯行に巻き込んでしまったことを後悔したという。矢部光雄。矢部は中学の頃に叔母に性的暴行を加え、その子供を殺害した罪で少年院に入院した。その後出所して24歳になったある日、民宿に宿泊していた矢部は民宿の経営者の妻に性的暴行を行った上で首を絞めて殺害。さらに隣で寝ていた当時生後2ヶ月の娘が泣き始めたため命を奪った。渡辺健一。タクシー運転手の渡辺は保険の不正受給を行い、これがバレたせいで返済を迫られていた。そこで以前乗せた客が落とした鍵を使ってその部屋に強盗をしようと計画。部屋に侵入した渡辺は持っていた斧で就寝中の夫婦を殺害した。松田義忠。徳島県の民家に侵入して住人の女性とその娘を殺害し現金を奪った。警察はすぐに松田の犯行と睨んだが、追い詰められた松田は児童を人質に取り建物に立てこもった。膠着状態が続いたが、警察が突入して児童の救出と松田の逮捕を無事に達成することができた。